さあさあ。プリ。ゲームスタジオ。あ、じゃあす。トゥ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 ルトゥトゥ。棋士、藤井聡太の将棋トレーニング。これが見れるんぞ、この袴姿が。ついに次回月曜日、渡ろうとの一発目じゃ。ああ、楽しみすぐる。ついに着物が。今日も一日よろしくお願いします。ペットボトル飲んでる。感慨深い、感慨深いわ。こんばんは。17歳ぞ。いや、そーっとすごかったけん、あれ。もうずっと 50% をキープしよって。時間も1時間差ぐらいあったわけさ、藤井先生。なんだよーって。でも俺は信用しとった。これは絶対遡ると。藤井先生は終盤に10分残しとったらそっから減らんと俺は信じとった。したら当時は結局1分将棋になったんは運送でしたわ。先にたるね。お前一体ソータの何やねん。ソータじゃねえから、畜生。銀次郎か。絶対に負けん。対局を始めてください。先手76歩。こいつら本当好きよな、角換わり。あじゃす。俺はもう相手せんで、この角換わり。今日は8-4歩。先手26歩。後手8-5歩。先手77角。こいつ舐めとんか、バカが。後手同じく歩。先手同じく飛車。この子ら回り込んでくるんか。いや、そんなことにはならんじゃろ、さすがに。後手23歩。お、来るのかよ。嘘じゃろ。いや、来れないだろ普通。なんなんすこいつ。8-2銀。あーす。8-5飛車。しまった。後手4-4歩。先手4-8玉。こうなったらちょっと戦型を変えていこう。7-2金。先手3-8銀。あー不存。最悪すぐる。後手4-5歩。先手39玉。とりあえず一歩欲しい。後手46歩。俺は一歩欲しい。先手同じく歩。後手同じく飛車。先手66歩。難解ですな。後手83銀。先手58金左。後手74歩。先手16歩。ここで桂跳ねよ。消したいの下にぶつける。後手73桂馬。先手25飛車。一旦下がります。いや、ここでさらに桂跳ね。で、角をどっかに生かした後何かをしたいところだが、だがしか、いや、桂跳ねはダメ。ここは銀で上がっていくのがきついですね。いや違うな。いや
それだな、銀で上がっていくのが棋士だ。先手7八銀後手。ここの角の頭を叩く。先手2四歩。ああショーンとこいつバカが舐めとんか。いやこれいけや。これ戦いに行って A で。こうねじ込ましても A は。これ。後手7ぶつかり合いじゃ。ぶつかり稽古。なる。後手7七銀なる。先手同じく銀。ここで桂跳ねですよ。後手8五桂馬。先手2二と金。後手7七桂なる。先手同じく桂馬。ここで弱いのはここ金のここを攻める。難解すぎる。これ。こっちが寄ってきたらむしろもうほぼ死やしな。しかしこっちの桂馬も馬鹿んでき。これだ。もうここで切り合いが始まるもんよ。俺後手5八角なる。あそっか銀かよ、銀がいたのかよ、間違った。とりあえずなるか。いやこの桂馬さえ外せばなんとかなるはず。そう大丈夫じゃないよな、こんな絶対もう無理よな。ここで逆に桂馬で取らしとるうちにこの竜を捕獲しちゃおう大作戦だ。そうなるわな。その隙に乗じてここの桂馬を外す。桂馬もうふやがマジで竜には刺したくないという強いあれか。しかしこれはどうだろうか。そんな悠長なことしてられんだろう俺も。後手2五飛車。先手2七歩。後手2六歩。先手7一角。詰むや詰まざるや。はい。後手2七歩なる。先手2六歩。後手同じく飛車。先手4八玉。お前舐めたの俺のこと。後手3八と金。先手同じく玉。今生き残るためには俺がやらなければならないのはこれ、この桂馬を外す。先手3二桂なる。おい
おかわりが来るか、こら。ここは玉で守る。逆にな。ダメよバカ。やばい、これ攻撃されてる。今思ったら角で。ゲータ預けよう。後手46桂馬。先手39玉。ということはどっかで俺一つ欲しいんよ。一コマ、そう、一コマあったら俺は詰ませれる、ワンちゃん。いや無理。でこれなんかどうでしょうか。後手28歩。先手48玉。後手29歩なる。先手44歩。王手は先手。外されても、もう俺もほぼほぼ積むような気がする。ジャガー、ジャガーの金で金取れてもまあまあでかいかもしれんな。うん、後手3球と金。来た。しかしここがぬるい。ここが一手ぬるかった。ダメよ。実質角を取りに行くっていう手が調整に導かれるかもしれん。うん、後手61玉。先手62。ここ行って耐えれるだろう俺。おいおい、詰ましに来たのか。無理じゃろそれじゃ。72玉。よし、ぬるい手が来た。これワンチャンスや。俺積むや積まざるやが始まった。俺の来てぬるいて放ってきたわ。この角がお前抜けたらもう俺に捕まえることはない。後手84玉。先手86銀。抜くぞ本当。竜抜いたろか。竜で一見竜の形を作るのがベストです。書くしかない。ダメよ、書くしかなかったら無理よ。ということはまず桂馬で一発跳ねさせて形作りを誘う。こいつにどっちに逃げるかが見ものだ。縛るのが俺の麻雀。入力狙いか。王手25、9。先手54、玉。
ゴーストオブツシマ。後手6五角。先手6三玉。ここで俺は安全なのをいいことに桂馬を抜きに行く。後手5五竜。先手9五金。金金桂香。大丈夫、捕まらない俺は。強者な、あ、しまった。なんじゃねえよ。あ、あす。終わった。負けを認め終了します。すいませんでした、負けました。侮辱するな。くっくー、ひどってあるだよ先生。先生泣いてた。これが藤井先生の弟子。負担が失敗やったかな。やる意味あった。ちょい。もう一回だけ。ほんと。泣きの、泣きの一回。やらさしてよ。頼むけん。もうほんとやめるけん。二度とやるな。約束するけん。約束守れ。検討しろ。検討する、これ。こんなん検討する寄付ですか、そもそも。これ藤井先生やったよ、学生服着とるし、きっと。なんだこれ、買っとったんじゃん、かっこ。あ、これブーンなっとるや。ひでえ。最後ブレすぎだろ。問題を作っていました。手が見えています。両取り、両取りヘップバーン。ちょっとってこれ、あ、ここ積んどるし俺。それを救われたにもかかわらず、厳しい手でした。なんなら勝ってた俺。ちょ待て、ここ、ここら厳しい手でしたね。問題調査する。5手詰めが、あ、勝ててた俺。本当だったら。本当な。角2枚で詰むんかこれ。切るんか竜。いや違うじゃろ、そんなんじゃ無理じゃろ。ってことは書くよな。こっち逃がしたらいかんねん絶対。どうやら、いやでも逃げるよなこれ。いけるし、あ、これか。いや、いや、いや、なんか格好悪だ。そら、これ。取らした後。
いや無理よこんなん。何のための確認だ。へえ。初手はどうかこれ。初手はやはりここか。ということは大駒は遠くからこの辺りからかな。あ、いやつまんよこんなの絶対聞いてるし、ここ競馬簡単これ一目。結構楽。オッケー。初手やっぱこれだろう。なんか合駒されたらきついような気がする。これで桂跳ねだ。え、あ、王手かけていかないかんのか。くさ、王手ちゃうやん。ずっと王手かけてるから後手詰め？これあるそんな。逆に考えるんだ、捨てちゃってもいいってね。まず金を捨てるのがあれなんじゃないでしょうか。いやもうこれ竜捨てるんじゃ、どうやら竜捨てて玉が来た時から角と桂馬だけで詰ますっていうやつだ。でまず角で縛る。よし、落ち着け。え、もう分かっとんみんな、簡単これ。ちょっとヒントもらって、最初の1個だけ。初手6号角、やはりここだったか。ここは桂馬が効いてる。王手をかけないか。そして角2枚こう打ったら、玉は角を取りに来る、上に上がる。発揮したよ。なんか言って捨てるんか駒を。これで桂馬跳ねさせて、と金か。うん、来た。何
違うんだ。来た、来てなかった。ってことは金捨てもダメと。秋王手かこれ。いや、そういうわけだ。しかし角がもうこれ以上効かんとなったら、どうしようもないんじゃ。出る場所、あっ、立ち合う強者。あ、イゴマじゃんよ。いや、これで竜だ。あ、素晴らしい。おい、聞こす、こんなん見えるか。上とワルコーフェン、俺見た。コメント見た俺。まあ無理やろな。無理よ、わからんわ。話すんか。なるほどな。あれで竜の利きを通しながら角を打つってことか。しかもカンニング。これちょっとでもためになるな。受けてよかった。そう、俺はバカみたいに打ってた角を。そりゃここで打ったら竜の血が止まるからダメだ。そう、ここで竜でこの角を守りながら王手をかけるのが正策なんですね。じゃあここでもいいよ。って明日には忘れてます。はあ、もうできとるな、ほんと将棋って。よくできました。これ手筋いいわけないだろう。いいか、もう負けん。もう勝つ、絶対にだ。俺でよく正直語られるな。まあまあ、あのにわかなんで、玄武岩には勝つで俺。対局を始めてください。よし、先手だ。先手26歩、後手84歩。先手25歩、後手85歩。先手78金、後手32金。先手24歩、後手同じく歩。いい感じだ、これは相掛かり。同じく飛車、後手23歩。先手28飛車、後手86歩。先手同じく歩、後手同じく飛車。先手87歩、こんばんは。84飛車、飛服系が来た俺の。銀、後手34歩。先手27銀、後手94歩。先手96歩、後手33角。先手58金、後手22銀。先手69玉、後手82飛車。先手68銀、後手86歩。先手同じく歩、後手同じく飛車。先手87歩、後手82飛車。
先手2六銀。後手8六歩。先手同じく歩。後手同じく飛車。先手8七歩。後手8二飛車。悪ぞ、ほんと。叩き悪ぞ、お前。2五銀。後手8四飛車。先手2四歩。後手8六歩。もう無理だっつってんだろ、お前は。先手同じく歩。後手同じく飛車。ええじゃん。先手8七歩。後手8四飛車。先手2三歩成。後手同じく銀。先手2四歩。後手一四銀。先手同じく剣武眼。剣武眼見やがったろう。先手二三歩なる。後手同じく金。主張通った。俺の勝った。この硬さで竜作ったらもう勝ちや。後手二二歩。先手三二竜。後手4二銀。先手両取り。ねじ込み。後手6二玉。先手1一竜。後手5一金。こっからは地獄だよ君。はっきり言って。いや待てよ、いじめるか。先手2五桂馬。後手2四角。先手3三銀。後手同じく銀。先手同じく桂なる。後手同じく角。しまった。あんまり美味しくないな今の。ここで開ける。先手7六歩。後手8八角なる。先手同じく金。後手4九金。お願いか。先手5九金。後手3八銀なる。先手三三角。後手六一金。先手四二角なる。後手七二玉。剣武眼。先手同じく馬。後手8二玉。ここでちょっと汚くも飛車をいじめていくか。相当きついで。ここに飛車がおらんだるんは。先手7五金。後手どうした。玄武が首差し出したか。後手8二歩。ボス。先手7一竜。
後手6五角。先手6三馬。後手4七角。最後の願いじゃろう、そんなもん、ただろう。先手5八銀。後手4八成銀。何やっとるぞ、勝った。よっしゃ。終了します。勝った。トゥ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 。クソ寄付、なんで勝ったのに。34点ぐらい。大局観身につけたいね。先生泣いてる。勝ったのに。まあ玄武岩が弱すぎるのよ、きっと。というか俺のあれか、安定じゃないか。添削を始めます。お願いします。パテバリ理論をやめろ。わかった。でもそれだけ今日は紅葉しとるっちゅうことじゃ。検索が終わりました。いや文句なしだろ先生。倒した相手を考えていただきたい。やはり何本目、2本目。問題を作っていました。しっかり手が見えてると思います。問題を作っていました。てんてんってあるな。ナイスです。素晴らしい手ですね。これよな。やはり先生もそこが見えてましたか。銀でいいんですね。もう寄せの手筋ですが、難しい手ですね。あ、もう積んでんだこの辺から。香車、桂、銀、トラス、竜より、さらにトラス、飛車、逃げる、馬まで。後だね。難しい手です。問題に挑戦。一手の別の手通じ手順がありました。やります。俺ほぼ一手すれ。はあ、見事寄せ切った局面ですが別の手もありました。はあ、正解。素晴らしい。お見事先生。おら、あるが何か悲しい。わけのわからん世界。サンキューとかにも勝ちよったのに俺、昔は。ミノウシボンスとか。一級とかボコボコされたんだろうな、多分これ。ちょっと見てみよう。アリシの俺の寄付。ああ、綺麗に。それはそれは綺麗に。ボコボコされたとさ。もうダメよ、言い方下がり。
検索が終わりました。特にミスもなく負けてる感。もうこの辺でなんか敗着しとるぞ俺。厳しい手でしたね。横歩をなんとなく取ってみたら死んだっていう。しゃ、2個持ってんのんな。こっから俺は苦しい場面に。あって。いやもうバカだろ、こんなの。この動きやめろ。ただただ桂馬取られとるだけやねんか、風で。何やってた、俺。後半大暴落。なんとなくないんだよ。問題を作ってみました。いやもうここで積んでるんだよ俺。桂、飛、玉、竜、金、はい、聞かすってやつか。少し考えてから早速手をつけるとえ。無理筋、正しく応ずられると不利になってしまう攻めのことです。いや感動しましたよ先生。これいいもん見させてもらいました今日。常に無理筋。棋聖戦生で見るの見たいけど仕事だわ俺。こんばんは、おめでとうですな。俺ゲームする前の方が強かった。嘘じゃん。明後日、もう明後日、明後日じゃないだろう、月曜だろ確か。8、明後日な。ガタロン勝ったら何が起こる。最年少タイトルホルダー、月曜だよ。ショップ行こう。いらっしゃいませ、あ、問題集が購入できます。入荷、入、入門編。買おう。一手目、残り1手でございます。残り3手でございます。先鋒国名物大名将棋に挑戦する前に読みたい3手詰め実戦型詰め問題集第1週。買おう。安いし。残り1手でござる。勝っていけ。俺は敵もせんのに勝っとるけんな。9手とか11手、こんな絶対無理だろう。あ、4段の人とか余裕で解くやろなこれ。つ、ゼロ、いってパズル。リュウ、よし、やってみよう。さすがカスタマイズアイテムが購入できます。こっちを見とくか。さくら、駒台、駒、使い込まれた柘の駒、金の駒、高なんでこれこんな高いんだよ。雷とか買っとるけんな速攻で。桜多いな。季節であるんかな。ご利用ありがとうございました。やってみよう。
ソータレッスンチャレンジ殿残り一手でございまする。大技が決まりました。やるが、あ、この辺はね。三角は二三玉で失敗でした。言われてるよ俺。先生。打つ前に考えろ。分かった。ちゃんと読む。強者が敵玉を睨んでるため5人銀は動くことができません。やるが、うん、金打ちか。これは見やすいよ。これは一瞬だよ。一目のよくできました。はい、早い。ほう、これもまあ似たようなもんだろう。しとめよこれ。あっ、しまった。なんでそこは強者だろうが。ああ、しまった。お、見てなかった。プッププッとなるとここだよね。いや違う、いや競馬が効いてる。ててん、お見事です。はい、二三銀は同桂で失敗でした。あっ、そういうとこまで先生見てくれてるんですね、俺のことを。先生完全に呼んできとるがこれ。 AI 頭いい。手筋だろこれ。ででん、素晴らしい。2三金では同銀で失敗でした。それは俺もさすがに分かってますけど、飛車の位置見てますから。初心者なんだろうな多分俺。やっぱりこうやって言われるってことはその通りのとこを置いてるもんな。持ち駒で手玉を詰ませましょう。
お見事です。うむ、ようやく気づいたか。こっちから行くのが正着ですね。はい、大変よくできました。はい、AI ってなるより絶対こっちの方がいいよ。素晴らしい罪でしたね。馬の利きのため敵玉は好位置で逃げられません。先生、俺レベル上がってます。ぬ、これは開けようてやな。これなり、ほい、大変よくできました。大変よくできました。4三飛では3二玉、4三飛成では3一玉で失敗でした。いいぞ。なりまで、桂なりまで、てて、よくできました。はい、一戦でこれだけ売れば俺ができないんだよな。もういい、5二銀なりまで、ヘテン、よくできました。素晴らしい開き王手でしたね。5二銀歩成りでは、ならずでは4二玉で失敗でした。うむ、思ったよりいけるわ。待て、出てん、お見事です。角成りが効いてるため敵玉は6号の下を取ることができません。先生が憑依しておる。大体効いてるとこも置いたらいけるんだよな。ててん、素晴らしい。4一飛では5三玉で失敗でした。調子に乗っておる。そういう考えはまずい。そうやな。まあ、これこれだ。大変よくできました。素晴らしい罪でしたね。考えてる考えてる、完全に考えてるわ俺。対局感出てきた。跳ねまで、トゥトゥ
素晴らしい。飛車と桂馬の利きを生かした相利かずの罪が決まりました。先生、やるが頭の中で動いてるから駒が。遅い。いいんだ、捨てちゃってもいいんだ。ててん、よくできました。素晴らしい釣りでしたね。見えにくい場所によく気がつきました。先生、おまじ、この秋王手で仕留める感じがするな。これだ！ノックあ、あーす、先生あらら、これであるよ。しまった、これ。ということは玉に逃げられたらダメだから、ここはこれか、これが定着か。いや、しかしそれだったら逃げられない。ダメかな。見え！見えない！波紋。これなったら玉で取られる。ここでなったら桂馬で死ぬ。違う、玉で取られてつまない。ここでなったらどうだろうか。2、3、玉でつまん。じゃあ金を寄ったらどうだろうか。銀で取られて終わるだけ。じゃあ大好きっ子にこれ系はまあまあ厳しい。無意識の除外しちゃうからちゃんとよく見ろ。今日知ってる、いや知っとるけど、ここでじゃあ竜になったらどうだろうか。いやそれは2、3曲でダメだろう。ビってそう、いや分かっとるんやけど、それは頭が硬い。逃げ場を塞ぐんだ。あ、わかった。これだ。おお、これは、素晴らしい杖でした。なるほど。はあ。こんなの、小銭。これはむずい。あんなただ捨てですやん。なるほど。こんなに余裕出せ。これだわ。ドン。わはは。
お見事です。飛車が敵玉を睨んでいるため5三歩は馬を取ることができません。手筋だなほんとこれ。バカにしとんか俺のこと。素晴らしい、上手に詰ませられましたね。なんでと金と歩が守り合う関係が築けています。先生トロまたもや残り一手でございます。待て待て、3手はきついぞ。これは見やすいな。でーい、大変よくできました。1段目に駒があるため敵局は逃げ場ありません。3手無理よ、いけるっつーの。三歩なり歩ならずどちらでも正解でした。でもなりたいよね。やる、素晴らしい。みっちゃー成敗と、大変よくできました。強者の危機が最大限生きた詰め上がりでした。ここに来て急成長。先かって後先問題なんだよこんなのは。俺はこう見えてもお前詰将棋の本読んでるからだ。銀金の後先まっすぐ颯太のです。龍まで、大変よくできました。初手一律金の形を尻金と言います。おい3手の方がいけんじゃねえのか俺。下手な一手より、フリーズした。
見えたり。おお。大変よくできました。オッケー。そうでもここまではフリーズしない。ああまあ難しいよね。いや。あ、ねえか。あ、そっか。素晴らしい。平和が効いてんだ。どうしたあれ？あそこに逃げられたらっていうところに平和が効いてたわ。謎のフリーズ。しかし初手はもう絶対これしかないんよ。大手がかかるっていうのはここでいい手があるんだろう。見渡させこれであるよ。銀鳴らすててん。よくできました。3手目の3一銀が絶妙でした。鳴らず。鳴らずの攻守あり。金と角の兼ね合いか。これは難しいぞ。とりあえず絶対逃がしたらいかんのは下ということは、ここはまず金で縛るのが定石。腹の素晴らしい。そっか、 A が効いてんだ。
常に見えてから打とうや。ダメだと思ってた。お前これ相当映画これだわ。これぞまさにみたいなかっこいい罪だわ。あっ、えっ、あれ、かっこいい締まり。違うな、俺初手角だ。いや違うぞこれ。やっぱこれか、最初は。最初はここだと思うんだ俺。いや違うか。そう捨てていいんだ下は。そんなことにはならんな。角と桂馬は拠点、まずここか。そう桂馬が消えてる歩に。でもうほぼほぼここもダメ。ここさえ生かさんかったら俺の勝ちだ。ここに生かさんようにするためにはそう飛車であるよ。はあ、大変よくできました。ううってからさせや。いい問題、むずいな。これやったら同玉しかない。同玉にした後に、いやダメだ。見えた。忘れ、むずい、何これ全然わからん。こんばんは。
だって広いもんこれ玉。こんなん絶対追いつかんよ。こうしても逃げられるし、こっちまで逃げれるんだ。下まで全然広くない。広いよ。次で縛るか。取るけどよ、逃げれんようにするやん。逃げられるやん絶対。どう打ってもこうスルスル逃げていくやんこっちに。いやこの歩が絶妙なんか。まずか角の弱点を考えろ。角頭だ。あ合わせるんか角に。なんで不愛な。え、なんで金にしたらいいじゃん。じゃあちょっと4三角に気がつく。え、なんで金でも一緒だろ。え、角が効いてる。あ、金でも取れない。カックが効いてるから取れないでしょ。ちょ、もう一回やれ。待て、俺が金やったとして、俺が銀を張ったらどうなる。金で取ったら角好き、はあ、だから愛聞かずちゅうことですな。素晴らしい。うん、何で受けようがもう無理ということなんですな。よくできました。はあ、これは簡単。まあこれは自然によな。とりあえずこっから金張って、金張ったらこっちに逃げて、ここに飛車を張ったら風で取られてダメということは、ここは一つやるべきことはまず一目。いやー、いやー、かやめろ。自然にやってみたら自然にこうそういくだろう。あ、さしててん、素晴らしい。なるほど、そうよな。確かに今思ったらそうだわ。実践型。
いっちゃー見えました、これ完全に見えた今、これこれな、ドヤさ素晴らしい、3手目の6位近くお見事でした、これはスルスル見えたわ、でーい、えい、ー、ママよ。逃げてくれや。適当やめろ。一か八かやったやけどな。なんでここに桂馬がおるかっていうのが問題なんじゃないか。いやでもこれかこれしかないんだが、王手がかかるのはどちらか問題なの、こんなの。ということはまあ一目こっちよな、どう考えても。行かせたくない。ここじゃない。ここ。ということはここでなる。ああ。うんけ。なんで？サッシこれだわ、ててん、よくできました。3手目の馬を守る秋王手が絶妙、なるほどな、はあ、深いわ。この歩を守る理由、
持ち駒あるよ。どや、大変よくできました。なめんなよ俺を。打ち込みそう。どや、これ何でございます。これまた今度やるというね。頑張った俺は。それを踏まえてちょっと一曲やって終わろう。ここに来て姑息な手を使っていく俺は。ちょっとやらせてくれるじゃろうみたいな、お前らの優しさを試していくっていう、なんかやってもいいみたいな風潮を出していく。サンキューが来たが、絶対負けんぞ。絶対負けねえからな俺。この勝利を藤井先生に捧ぐ。強い絆。俺もそんな気はしとる今。やるんじゃなかったって思ってる。でももう行くしかねえんだよ俺は。先手24歩。後手同じく歩。先手同じく飛車。あ、これ歩取りに来るな多分。やめた。後手2三歩。先手8四飛車。後手7一玉。先手9六歩。後手9四歩。先手5八金右。まあ、こんなん取られるだけじゃねえかよバカが。そう、美濃囲いすら作られん。こうなったら方向転換。後手4一銀。先手7七銀。後手3四歩。先手同じく飛車。うん、相当危ういぞこれ俺の神経。しかし一歩もくれないんですか私に。しまったこれ、なれんじゃんよ。後手同じく飛車。先手三一飛車。あ、銀もただだこれ、両取りだ。後手一二飛車。先手四。しかもなんかこんなとこまで飛車来たらもう無理じゃん。しかしここに来て一矢報う。うれしいもね。
後手8八歩、先手7七桂馬、後手8九歩なる、先手9八香車、後手9九と金、先手6五銀、後手同じく角、先手同じく桂馬。しかし俺の主張は通った。ここの9八等は、後手9八と金、先手2一竜、後手9七銀、先手6六角、後手1四飛車、超難解。先手9七銀、後手同じく貯金、先手8四銀、腹銀、先手5九金寄る。逃げ道作るよこいつ、バカるな。この電学雑誌を、後手6四強者、先手119、後手同じく飛車、先手同じく角なる。いや俺の身の囲いはまだ大丈夫やぞ、これ案外硬い。後手6五同車、先手8八馬、同じくと金、先手同じく玉、後手勝負しとんじゃないよ俺、まあまあこれ、救われた。よし勝った。あとは恥攻めでどうにでもなるレベルだわ。持ち込め3手目のふんどし、どう、しかしここで嫌味がつけた。いつもつくなぁ、ほんと、まあまあ。後手9七角、先手7七玉、硬い、なにこいつ、超硬いんですけど。もう格はやる。この銀邪魔やなマジで。叩きてー、どっか叩けるのけこれ。どうせやっぱ強者取ろう、どうせ死ぬなら。
後手8四香車。先手8五香車。後手同じく香車。先手同じく金。後手8四香車。先手9四金。後手8六香車。先手同じく歩。二歩。ラ。守れるかやな、この俺の身の囲いが。でもあんまりやりすぎたら。お前もまあまあきついこと教えてやるわ俺が。俺は3枚あるけんのまだいけるぞ。怖いじゃん。足してきよるわ。ここに俺はさらに足していくぞ。ドロ沼の血で血を争う戦いが今始まる。しかし俺もこれ以上持ち駒も使えん。系統の銀でさらに守るか。来よった武王回戦。からの銀。足してくる。すみません、ここで俺もついに転じるぞ戦いに。ここ手抜いてええわ。こっちにはいけんけど、このトキンが最後のあれになるかもしれん俺の。しまった。しまった。バカしたマジで。後手7四香車。先手9三銀。
あーし、しまった。あ、頭金か。いや、金がないな。銀しかないな。ということは、飛車角、角、銀。まだいけるな。後手71玉。先手73桂ならず。後手72金上がる。わー、つ、つむや、つまさるやが。サボです。あ、今日まあまあでも将棋できとったような気するんやけどな俺。対局を終了します。積むや積むや。俺は呼吸欲は包むように寄せよ。さす4球頑張ったもんな。検索を始めます。苦しいながらも頑張ってたんだけどな。ソータ先生も苦笑い。まあまあ苦しかったよな序盤から。死んどるけどな、こんな上腕に竜作られたら。問題を作ってみました。愛着はないぞ、でも今日工夫が必要でした。素晴らしいですね。これ偉しいぞ、とて素晴らしいぞ、これかせみたいだけですよ。難しい手ですね。全体的に拝借。難しい手ですね。問題に挑戦。問題を作っていました。有力な手がありました。17銀と指した局面を問題にしました。両取りを探してみよう。あ、指し、お見事です。もしこれしとったら俺ワンチャン、ワンチャンやった。藤井先生なら打っとるじゃろうこの局面。それを、ね、あ、局金抜ける。これだけで相当違うじゃろう。勝ててたかも俺。これなら銀金1枚でさらに風上がったらお前風で取って成りで竜まで作れるっていう塩梅じゃ。そんな中僕はこの局面でこれでやるよ。難しい手ですね。手拍子が悪い癖なんよ。こっからはもう悪くする一方。はい、罪頑張った。はい、罪って雑になってる。そんなことない、中愛。いやよかったよ藤井先生、ありがとうございます。棋士藤井聡太の将棋トレーニング、本当にありがとうございました。